小堺富木死の接吻1その年の暑さは格別であったあるものは60年来の暑さだと言いいあるものは600年来の暑さだと言ったでも誰も6万年来の暑さだとは言わなかった 中央気象台の報告によるとある日の最高温度は下肢120度であった摂氏でなくて幸福である中央気象台の天気予報は決して信用できるが寒暖計の度数ぐらいは信用してもよいだろうとアホ鳥の生殖期を研究している貧乏な某大学教授が皮肉を言ったということである東京市民は、 耳隠しの女もくるめてだいぶ平行したらしかった熱射病にかかって死ぬ者が日に30人をこした一日に40人ぐらい人口が減じたとて大日本帝国はびくともせぬが人々はすこぶる気味を悪かった何しろ雨が少しも降らなかったので水道が一番先に小籍を仕掛けた日本人は一時的の設備しかしない流儀であって こういう例外な暑い時節を考慮のうちに入れないで水道が設計されたのであるからそれは当然のことであったそこで水が非常に貴重なものとなったそれはしかし某大新聞が生水宣言をしたためばかりではなかった氷の根がうなぎ登りに上がった N 製氷会社の社長は喜びのあまり脳一血を起こして即死したしかし 会社の社長が死んだぐらいで暑さは減じなかった人間は例外の現象に遭遇すると何かそれが不吉なことの起こる前兆ででもあるかのように考えるのが常であるだから今年のこの暑さについて論語しか語らない某実業家は生殖腺ホルモンの注射を受けながら日本人の長夜の夢を覚醒させるために天が警告を発したのだという 少しも意味ををなさぬことを新聞記者に物語り自分は自動車で毎晩妾の家を訪ねて丹夜の夢をむさぼった唯一小説が生きていたならば品川沖へ海軍飛行機で乗り出し八木節でも歌って雨乞いをするかもしれぬが今どきの人間はなるべく楽をして金を儲けたいという輩ばかりで他人のためになるようなことは努めて避けようとする首相な心を持っているから。 誰も雨乞いなどに手出しをするものがなかった従って雨は依然として降らず人間の血液は甚ははだ濃厚年中になり喧嘩や殺人の数が激増した犯罪をなくするには人間の血液を薄めればよいという一大原則が某法医学者によって発見されたとにかく人々はむやみにイライラするのであったその時突如として 上海に猛烈な毒性を有するコレラが発生したという放置が伝わった。この放置は各省令の市の放置とは違い内務省の役人を刺激して船舶検疫を厳重にすべき命令が各地に発せられたが医学が進めばばい菌だって進化するはずであるからコレラ菌も近頃はよほど素ばしこくなって検疫官の目をくらまし安々やすとして長崎に上陸し たちまち由緒ある市中に広がった長崎に上陸しさえすれば日本全国に広がるのはこれら金にとってわけのないことであるでシナ人の死ぬのに何の通用を感じなかった日本人も激しく恐怖し始めたしかし売金の方では人間を少しも恐怖しなかった各府県の貿易官たちは 自分の県内へさえ侵入しなければ他の県へはいくら侵入しても構わぬという奇抜な心がけで貿易に従事しことに横浜と神戸は直接上海から売金が運ばれてくるのである貿易官は夫人が産気づいている時に出張命令を受け生まれる子を見届けないで走り出したが貿易官たちのあらゆる努力も功を奏しないでこれらはついに 大東京に入り込んだのであるいつもならば京橋辺りの新嘆を積んでいる船頭の女房が最初にかかるのであるのに今度の流行の先駆けとなったのは浅草ロックの警官にいる T という活動弁士であったハロルド・ロイドの貿易官と題する喜劇を説明している時王都を催したのであるが神聖のコレラであると決定した頃には ぎっしり詰まっていた観客は東京市中に散らばって貿易の責任を持つ当局の人々は青くなったけれどももはや後の祭りであった疫病は破竹の勢いで東京の各所に広がった毒性が極めて強かったためであろう1回や2回の予防注射は何の功もそうせず人々は極度に恐怖した 50人以上の職工を応用する工場は例外なく患者を出して一時閉鎖するのをやむなきに至った暑さは依然として減退しなかったので飲んではならぬという氷をあえて飲む者が多くさような連中は見事にコロリコロリと死んでいった皮肉なことには意師がだいぶかかった 平素それらの医師から高い薬価を請求されている廃病患者は自分自身の病苦を忘れて痛快がったやがて死ぬべき運命にあるものは知った人の死を聞くとすこぶる痛快があるものであるどこの病院も伝染病院を兼ねさせられたちまち満員になってしまった焼き場が並行し墓場が窮屈を感じた 葬式はどの町にも見られた。日本橋のたもとに立って橋を渡る看護家の数を数える指揮者はなかったが仕事に離れて財布の中の銭を勘定する労働者は無数であった恐怖は大東京の隅々まで襲ったある者は恐怖のために生きようとする努力を麻痺せしめて自殺したある者は同じく恐怖のために 発狂しして妻子を殺したまた精神の比較的健全な者も手術もの幻覚に悩んだたとえそれが白昼であっても白くちりにまみれた街路樹の影に首をつって死んでいる人間の姿を検視したいわんや上野や浅草の盆栽が力なく響き渡ってフクロウの鳴き声とともに夜の帳が降りると人々は 天空に横たわる銀河にさえ一種の恐怖を感じさっと輝いてまたたちまち消える流星に胸を冷やすのであった生ぬるく静かに動く風の肌触りは死神の呼吸かと思われたけれどもさすがに近代人である疫病が「消決」という文字で形容された時代ならば当然家々の戸は固く差し込められ 街灯には人影もなくと書か,かるべきであるのにその実それとは正反対に人々は身辺に迫る危険を冒して外出し街はすこぶる雑踏した夜になると外気の温度が幾分か下降し蒸されるような家の中にいたたまらぬという理由もその一つであったが主なる理由は近代人の絶望的な宿命論的な心の発言であった 恐怖を憎みながら、恐怖に近づかずにおられないという心は現代人の特徴である彼らは釣り出されるようにして外出したしかし外出はするものの彼らの心は彼らを包む夜よりもはるかに暗かった平素彼らの武器として使用されている自然科学も彼らの心を少しも晴れやかにしなかったしたがって彼らは 明日にも知れぬ命をもってせめてアルコールによって一時の苦悶を消そうとしただからバーやレストランが常になく繁盛した彼らは歌ったしかし彼らの歌は道行く人の心を寒からしめたその昔ロンドンでペストが大流行をした時看護オケ屋に集まった葬式の妊婦や薬剤師たちが 商売繁盛を祝って歌う歌にも似てものすごい響きを伝えた人々を襲った共通な不安はかえって彼らの個々の苦悩を拡大した疫病の恐怖は借金の重荷を軽減してはくれなかったまた各人の持つ興奮や私奮を除いてはくれなかったしかのみならず興奮や私奮は 疫病恐怖のために一層強められるのであったしたがって暑さのために激増した犯罪はこれら流行以後急加速度をもって増加するのであった 2>, 2本編の主人公木地元静也が失恋のために自殺を決心し またたちまちそれを翻してかえって殺人を行うに至ったのもこういう雰囲気のしからしめたところである静也は東京市内の M 大学の政治家を卒業し高等下宿の一室に救いながら国元から仕送りを受けて一日中をなすこともなくゴロゴロ暮らしているという近代に特有な大敗人であったアメリカにはメニキュアをやって日を送る大敗人が多いが 彼も髪をときつけることと洋服を着ることに一日の大半を費やした彼は何かまとまった職業に従事すると3日目からろ腸骨の辺りがズキリズキリと痛み出すので1週間と続かなかった彼はいつも頭というものが彼自身よりも賢いことを知って感心するのであったまた彼は何をやってもすぐあいてしまった 時には、強烈な酒や煙草を飲みふけったり、あるいは活動写真にあるいはマージャンにあるいはクロスワードパズルにないしはまたセンセーショナルな探偵小説に力を入れても見たがいずれも長続きがしなかった彼はこの脇性を自分ながら不審に思ったそうして おそらく自分の持って生まれた臆病な性質がその原因になっているだろうと考えるのであった近代の大敗人には2種類ある第1の種類に属するものは極めて大胆で死体に湧く青葉のように物事にしつっこい第2の種類に属するものは極めて臆病でノリの足らぬ切手のように執着に乏しいしずやは言うまでもなく この第二の第種類に属する大人であった。彼はバーやカフェの女と話すときにすら一種の周知を感じただから彼は今まで一度も恋というものを経験しなかった彼にとっては恋することは一種の冒険であった心の中では冒険してみたくてならなかったけれども彼の臆病心が邪魔をした それに彼の痩せた体が冒険には適しておらなかったところが運命は彼に恋する機会を与えたのであるすなわち彼は生まれて初めての恋を経験するに至ったのであるしかし皮肉なことには彼の恋した女は彼の友人の崔君であったそれは皮肉であると同時に彼にとって不幸なことであった 彼にとって不幸であるばかりでなくその友人にとっても不幸なことであった実に彼の友人はそれがため何の罪もなくて彼のために殺さるべき運命に導かれたと言ってもよいからである古来妻が美しかったために不慮の死を招いた夫は少なくなかったが静やの友人佐々木京介のように 何も知らずに死んでいったのは珍しい例であると言わなければならない佐々木恭介の妻敏子はいわゆる新しい女すなわち新時代の女性であった新時代の女性の通性として彼女は男性的の性格を多分に備え理性が比較的発達していた彼女の要望は美しく態度がキビキビしていた そうした彼女の性格が女性的分子の多い静也を引きつけるのは当然であった静也は京介を訪ねるごとにと子の方へぐんぐん引きつけられていった京介は彼と同級生で今年の春と子と結婚し郊外の文化住宅に住まっていた彼は別にこれという特徴のない平凡人であった平凡人の常として 彼は太って、て鼻の下に土壌ひげを蓄えていた。しかしその平凡人であるところが新時代の女性には気に入るらしい実際また京介のような平凡人でなくては新時代の女性に奉仕することは困難であるその証拠にある天才音楽家は新しい女を妻として帝国劇場のオーケストラで指揮をしている最中にがぜんと倒した。 招かれた医師は患者のポケットに「1回1錠」と書かれた薬剤の瓶を発見してその率倒の原因を確かめることができたまたある医師は議会で「800万円事件」というのに関連してサ問を伏せられた彼は衆議院の壇上で「嘘800万円とはこのことだ」と苦しい謝礼を言ってその夜インフルエンザにかかった いずれにしても新しい女を妻とするには新名を投げ出す覚悟がなくてはならない京介が果たしてそういう覚悟を持っていたかどうかはわからぬが彼の体力と筋力とは敏子を満足させることができたと見え二人の仲は至ってよかったしかし敏子は持ち前のこけチッシュな性質を持って夫の友人を待遇したから静也はいつの間にか 妙な心を起こすに至ったのであると言っても静也はその妙な心をどう処置してよいかわからなかった静也がもし臆病でなかったならばあるいはあっさりとしこに打ち明けることができたかもしれないしかし臆病な人間の常として結果を予想していろいろと思い迷うものであるから静也は打ち明けた挙句の恐ろしい結果を思うと どうしても口の先へ出すことができなかっただから一人で胸を焦がしているより他にはなかったのであるとはいえだんだん恋が膨張してくるとついには破裂しなければならぬことになる静也はどういうふうに破裂させたものであろうかとしきりに考えたけれどももとより明暗は浮かばなかったいっそ思い切った手紙でも書いたならばと考えたけれど 字ははまずいし、し、文章は下手であるしその上手紙というものは時として後世にまで残るものであるからそれによって永遠に嘲笑の的になるのは嫌であった阿部の中室がたった一つの和歌を作っただけであるのにその一つを千気持ちの定家にひったくられ後世カルタというものになって顔の黄色い女学生の口にかかって永久に恥をさらしている。 また手紙ゆえに「珍品」というあだ名をもらって腎臓炎を起こした一刻の宰相もあるそう考えると静也は手紙を書くのが恐ろしくてならなかった静也が恋の重荷に苦しんでいる時突如としてこれらが帝都を襲ったのであるすると不思議なことに臆病な静也は急に大胆になった そうして、トシコの前に、恋を告白しようと決心したのでコレラとの関係についてはまだ科学的な研究は行われていないようであるがもし研究したい人があるならば静也は誠に適当な研究材料であると言ってよい大東京に恐怖の色が漂っていたある日静也は京介が会社へ行っている留守にとし子を訪ねた。 そうして静也は演説になれない人が拍手に迎えられて登壇するときのようにぼーっとした気持ちになって生まれて初めて恋の苦しみを味わったこと言わなければとても耐えられぬので思い切って告白するということなどをとし子に向かって語ったのであるその日はやはり非常に暑くて暑いための汗と恥ずかしさの汗とで静也は多量の水分を失い 告白の最後には声がしわがれてしまって、まるで死に伴いローマが阿弥陀如来の前で念仏を唱えているような心細い声になった。としこは進化の哀願を聞いているクイーンのような態度で静谷の告白を聞いていたが、静谷が語り終わってハンカチで首筋を拭うと、手に持っていた内輪で静やをふわりと一度あおって、 甲高い声を出したハハ <laughs> らしい。ッ <laughs> 落下傘を持たずに3,000弱の航空から突き落とされた飛行士のような思いをした木地元静也はその夜下宿に帰ってから自殺しようと決心した。 犯罪学者は自殺の原因に初期を数えるけれども静也は暑いから自殺するのではなく失恋したから自殺することにしたのであるもっとも彼に自殺を決心せしめた動機にはやはりこれらを数えないわけにはいかない人がどしどし死ぬ時に何か悲惨な目に出会うと気の弱い人間は自殺をしたがるものであるさて静也は 自殺を決心したもののどういう手段によって自殺したらばよいかということには,なはだ迷ったのであるそうして自殺したのちんだか自殺したと言われるのが恥ずかしいような気持ちにもなったできるならば自殺しても自殺したとは思われぬような方法を用いたいとも思ったそう考えているうち以前ある薬局の2階に下宿していた時に手に入れた アヒ酸を思い出したアヒさんを飲めば皮膚が美しくなるということをどこかで聞いてきて薬局の人に話してもらい受けたものであるその後いつの間にかアヒ酸を飲むことをやめたがその残りがまだ瓶の中に入れられて机の引き出しの奥に蓄えられてあったのである全ての人間は一旦毒薬を手に入れると それが危険なものであればあるほど手放すのを惜しがるものであって従っていろいろの悲劇発生のもとになる静也も別に深い意味があって阿飛さんを蓄えていたわけではないがそれが今どうやら役に立ちそうになってきた静也は机の引き出しを開けて阿飛さんの小さな瓶を取り出したそうして白い粉末を眺めた時 彼のの全身の筋肉はほんの一時的でははあるが硬直したた。ように思われた彼はその時こんなことで果たして自分は自殺しようだろうかと思った彼はまた足んを飲むとどんな死に方をするか知らなかったあんまり苦しくては困ると思ったまたなるべくなら死後自殺したように思われぬものであってほしいとも思った そこで彼は図書館へ行って一応阿ヒさんの作用を調べてみようと決心した上野の図書館はこれら流行時にかかわらず意外ににぎわっていた死神が横行する時読書欲の起こるのは古来の低速である彼は毒物のことを書いた書物を請求したが驚いたことに日本語で書かれた遺書はことごとく貸し出されていた やっぱりみんな命が惜しいからであろうと考えると彼は命を捨てるために遺書を読みに来た自分を顧みて苦笑せざるを得なかった仕方がないので彼は英語の薬理学の書を借りて貧弱な語学の力でアヒさんの情をかろうじて読んだすると意外にもアヒさんの症状はこれらの症状に極めてよく似ていると書かれてあった 彼はこれを読んだ時素晴らしい発見でもしたかのように喜んだなんとなればアヒさんを飲んで自殺したならばこういうコレラ流行の自殺には必ずコレラと間違えられるに違いなく従って自殺しても自殺だとは思われないからである医師というものは誤診するために神様がこの世に残されたものであるらしいからアヒさんで死ねば 必ずコレラで死んだと間違えられるこう思うと静也は試みにアヒさんを飲んで自殺し医学そのものを苦労してやりたいような気にもなったところがだんだん読んでいくうちにアヒさんは激烈なる戦痛を起こすものであると知って少しく心が暗くなってきたコレラとアヒさん中毒との区別は主として この扇通の有無によってなされると書いてあったのでいっそこれらにかかろうかとも思ってみたがこれらで死んではあまりに平凡な気がしてならなかったと言って激烈な戦痛に悩むのも嫌になった戦痛に悩むのが嫌になったばかりでなく自殺することさえ嫌になりかけてきたで彼は図書館を出て公園を歩いた 白い土ぼこりが2寸も3寸もたまっていて暑さは呼吸困難を起こさせるくらい激しかった彼は木陰のベンチに腰を下ろしてさてこれからどうしたものであろうかと考えている時ふと面白い考えが浮かんだ「自分が死ぬよりも誰かに代わって死んでもらった方がはるかに楽である」と彼は考えたのである。 いかにもそれは愉快な考えであったそう考えると彼はもう自殺するのがすっかり嫌になった自殺しようとした自分の心がおかしくなってきたそうして急に人を殺してみたくなったことに愉快なことは今アヒさんを用いて毒殺をやったならば医師は前述の理由でこれらと診断し 他殺の疑いを抱かないに違いない自分で死んで医学を愚弄するよりも自分が生きていて医学を愚弄した方がどれだけ愉快であるかもしれないこう考えると静也はうれしさにその辺りを駆け回ってみたいような気がした彼は下宿に帰ってからしからば一体誰を殺そうかと考えたすると彼の目の前に 下宿の女将のあぶらぎった顔が浮かんだ彼は自分が痩せていたために太った人間を見ると尺に触ったそこで彼は下宿の女将をやり玉にあげようかと思ったがあんな人間を殺してもなんだか物足りないような気がしただんだん考えているうちに彼は突然友人の佐々木京介を殺してはどうかと思った彼は 京介の太っていることがいつも気に食わなかったがことに京介の顔はこの世にいない方がいいというようなタイプであったから京介を犠牲にすることが一番遠を得ているように思われたもっとも敏子に対する腹いせの感情も手伝ったきれいさっぱり跳ねつけられた返礼としてはまさに屈強の手段であらねばならぬ。 こう決心すると彼は非常に自分の命が惜しくなってきた殺人者は普通の人間よりも一層性に執着するものだという誰かの言葉が初めて理解し得られたように思った殺人を計画するだけでさえ性に対する執着がムラムラと起こるのであるから殺人をやった挙句にはどんなに猛烈に命が惜しくなるだろうかと彼は考えるのであった 両親の呵責などというものも要するところは性の執着に過ぎぬかもしれないこうも彼は考えるのであったしかし殺人を行うのは自殺を行うと違ってそれほど容易ではないどうして京介を毒殺すべきであろうかこれにはさすがに頭を悩まさざるを得なかったしかし彼は京介の性格を考えるに至って その問題を容易に解決した。京介は平凡人であるだから平凡人を殺すにふさわしい平凡な方法を持ちうればそれでよいと彼は考えたのであるまず会社へ行って京介を連れ出し2人で西洋料理屋に入りビーフステーキを食べる京介は肉に焼き塩をかけて食う癖があるから その焼き塩の中にアヒんを混ぜておけばそれでよいわけであるあらかじめ料理店で使用するような焼き塩の瓶を買って焼き塩とアヒ酸とを混ぜて入れておきそれを持参していざ食卓に着くという時に料理店の瓶とすり替えるなんと簡単に人間一匹が片付くことだろう普通の時ならば アヒ酸中毒はすぐに発見されるしかし自説が自説であるから決して発見される恐れはあるまい彼は医師の腕に信頼した「平素人殺しをする医師諸君はこういう時でなければ人助けをする機会がない」してみれば自分は医師にとっての恩人となることができる「なんという愉快なことであろう」 などと考えて、彼は殺人者が殺人を決行する前に陥る「盗水状態」に入るのであった、4. 殺人を決意してから10日の後アヒさんを混ぜた焼き塩の瓶をポケットに入れた静也は京介の会社を訪ねて 京介を何の苦もなく連れ出すことができた静也はもしや敏子が例の一件を京介に話してはいないかと心配したけれども京介に会ってみるとそんな様子は少しもなかったまた静也が一緒に西洋料理を食べようと言い出した時にも何の疑惑も抱かなかった平凡人の特徴は物事に不信を起こさぬことである実際また彼は 物事に不信を抱くほど痩せた体の持ち主ではなかっただから殺されるとは知らずに平気で静也についてきたのである静也はもとより行きつけのレストランには行かなかった知った家で人殺しをするということはあまり気持ちが良くないだろうと思ったからである京介はもとよりこれについても不信を抱かなかったそうして 切迫のキレのかかっているテーブルについてビーフステーキを食べた京介が手を洗いに行った間に静也がすり替えておいた焼き塩の瓶を京介は極めて自然に取り上げて牛肉の上にしかも大量に振りかけたそうしていかにもおいしそうに食べた二切れ三切れ食べた時 京介は腹の痛そうな顔をして眉をしかめたので静也ははっと思ったがしかしその後は何ともなく食事は無事に済んだ食事が済むと二人は早速感情を払って立ち上がったその時静也は京介に気づかれずに再び元の瓶とすり替えたところが湖外へ出るとほどなく京介は前小組になって立ち止まり 苦痛の表情をしたので静也は京介に勧めてそこに立たせ街角へ走ってタクシーを呼び京介を家に帰らせたのである京介と別れて下宿に戻った静也はかなり興奮しそして意外に疲労していることを感じたレストランで京介の一挙一動を緊張して眺めていた時は全身の筋肉がプルプル震えたそして 心臓が不規則に打ち出したような気がした今下宿へ帰ってからでもなお胸の動機は去らなかったで彼は畳の上へぐったりとして寝転んだがそれと同時に一種の不安が彼を襲った果たして医師がこれらと診断するであろうかここまでは自分の手で守備よく事を運んできたがこれ以上は他人の手を待たなければならない 万が一にも医師が誤って正しい判断を下したならばそれこそあまりのんきにしてはおられないと考えるとなんだかじっとしてはおられぬ気持ちになりつと立ち上がって畳の上をあちらこちら歩いたが今さら何の施すべき手段はなかったいくら暑い夜でも今までは一晩も眠れることはなかったのにその晩は妙に暑さが気になって 明け方に至るまで眠られなかったしかし彼が目を沸いた時には夏の日がカンカン照っていた彼は朝飯を済ますなり飛び出すようにして郊外の京介の家の付近にやってきた果たして京介の家は張り紙をして閉ざされてあった近所で聞いてみると京介は昨夜これらを発して死に 奥さんと女中は隔離されたということであったしかし敏子と女中とがどこにいるかを誰も知るものがなかった静也はほっとした自分の意思に対する信頼が裏切られなかったことを知って甚だくすぐったい気がしたそうして世の中が案外住みよいものであることを悟って性に対する執着が 一層深められていった深められていくと同時にとしこに対する恋が頭をもたげ始めた彼はとしこに急に会いたくなった会ってもう一度彼女の反省をこうと思った彼は死んだ京介に対しては少しの同情をも感じなかったそうして京介が死んだ以上としこも この前のようなあっけない態度には出るまいと思い一日も早くとし子に会いたいと思ったけれどもとし子の行く先は誰も知らなかったあんまり深入りして訪ねるのも気が引けたので彼はとし子が帰るまで毎日訪ねてきて様子を見ることにした5日過ぎ7日過ぎてもとし子の家は閉ざされたままになっていた 会えぬと思うとますます会いたくなったようやく二週間目に彼はとし子が帰ってきていることを知ったが日中なんとなく恐ろしいような気がしたので夜になるのを待ちかねて久しぶりになじみの深い玄関のベルのボタンを心臓の動機を高めながら押すのであった5 ままあ、キジモトさん、よくく来てくれました。きっと来てくださるだろうと思って待っていたのよとトシ子は自分で玄関まで出迎えて嬉しそうな顔をしていった彼女はいくぶん頬がこけていたがそのためかえって美しさを増した静也は目を泣き晴らした顔を想像していたのであるから彼女のこの言葉にすこぶる面食らって 何と言ってよいかに迷った「今晩女中はおりませんのゆっくり遊んでいらしてもよいでしょ」「う。お上がりなさい」こう言って彼女は明るく伝統に照らされた応接室へ静也を引きずるようにして案内した静也は遠いすに腰を下ろしハンカチで汗を拭いてから「時に」と言いかけると 彼女はそれをっって言った。お悔やみを述べてくださるのでしょうありがたいですわでも人間の運命というものは分からぬものですね佐々木はあの夜あなたと一緒にレストランへ行って同じものを食べながらあなただけはこのように無事なのですものとし子が静也の顔を見つめたので静也は慌ててまぶしそうにまばたきをした。 子はさらに言葉を続けた「佐々木はあの夜家に帰るなり激しい吐斜を始めて3時間たたぬうちに死にましたわまるで夢のようね本当にそうです」と静也は初めて口を聞くことができた「あのわくる日気になったものですからこちらをお尋ねすると佐々木くんが死んだと聞いてびっくりしました」 お見舞いしようと思ってもあなたの行方が分からずあれから毎日こちらへ来てみたのです1週間とは随分長い隔離ですねそうよ私病院で予防注射を受けていましたのあなたは注射をなすっていいえ1回や2回の注射ではダメだということで面倒ですからやめましたとと、しこはそれを聞くと 何を思ったか急にその目を輝かせた1回や2回では効かなくても10回もやればばい菌を飲み込んだって大丈夫だそうだわ私毎日1回ずつ10回ほど注射してもらったのよあなただって佐々木のように死にたくはないでしょ佐々木くんが死んだと聞いてから急に死にたくなくなりました こう言って静也は意味ありげな目つきをしてとしこを眺めたそれじゃあその以前は知りたかったのしずやはどうしたわけか急に顔がほてりだしたので節目になって黙っていたおっしゃいよ静也はため息をついた実はこの前お目にかかってから自殺しようと思いましたどうして 失望して何を何をって分かってるじゃありませんかこう言って彼は小学生とが先生の顔を見上げる時のようにオズオズとしこを眺めた2人の視線がぶつかったとし子はうつむいて黙ってハンカチで口を覆ったどうしたのですか 佐々木君が死んで悲しいのですか？としこが顔を上げてじろりとしずやを眺めた。その目は一種の熱情に輝いていた。私恥ずかしくなったわ。こう言ってまたもうつむいて声を低くしていった。この前、あなたにあんな心にもないことを言ったので。しずやは？ あっとしそそれではしこさんは佐々木にはすまないけれど静也は熱病にかかったような思いをしてふらふらと立ち上がってし子の椅子に近寄ったしこさん本当ですかと言って彼は彼女の肩に手をかけた。 ふくよかな感触が彼の全身の神経をピリリと揺さぶった「あなた電灯を消してください」ととし子は恥ずかしそうに言ったしずやは応接室の入り口に備え付けてあるスイッチのところへよろよろと歩いていってパチンとひねった闇が2人を包んだそれから 『せっぷん』の音六。恋を語るには暗い方がよいこれは誰でも知っていることである開け放たれた窓から生ぬるい空気が動いてくる二人は暑かったせっぷんの後男は辛抱がなかった女は 時間待ってくださいと言った4時間なぜその4時間は静也にとって永久に思われたしかしその長い4時間も過ぎた夏の夜は更けたすると男は暗黒の中で奇妙な声を出したそれは全くその場にふさわしからぬものであった

と腹の底を絞るような声王う吐の声だから私はすぐ悟ったわけれど佐々木は毒殺されたとは知らないで死んだのよ死ぬ人の心を乱してはいけないと思って私もお医者さんが誤診したのを幸いに黙っていたわだから佐々木は予防注射をしても効かなかったのだと思って死んでいったわ 王都の声それに私はあなたを警察の手に渡したくなかったのよ警察の手に渡れば死刑になるやらならぬやらわからんでしょう私は一日も早く自分で復讐しようと思ったのよだから昨日まで予防注射をしてもらって生きたばい菌をなめても病気にかからぬまでになったのよ 宣告あなたが伝統を消しに行った間に病院から黙って持ってきた試験管の生きたばい菌を口に入れたのよそれから接吻でしょ分かってのくなかなか苦しそうですね苦しみなさい今年のは毒性が強いから 4時間で発病すると医者が言ったのよ。4時間の意味が分かったでしょねこれからあなたは苦しみ抜いて死ぬのよ。伝統をつけましょうか。どうしてどうして見るのも嫌だ。あなたが死んでしまったから警察へ届けるのよ。 たとい死体を解剖されたって他殺だとは決して分からぬわよおう吐の声うめく声地を語るにも暗い方がよいこれも誰でも知っていることかもしれない。